にちは。おたまちゃくしの。子供は、帰る。でなくて、帰るの子供は、おたまちゃくしでございます。チョウザメの子供は、キャビアでございます。子供たちはとても楽しいこと、ユニークなことが大好きでございます。誰でも褒められ、自分のことを覚えていてもらうととても嬉しくなります。いつも笑い声がたくさんでございます。モーツァルトも30代にしてこの世を去りましたが、ケッペル番号という番号がついております。神童モーツァルトは実に、ちゃめっ気たっぷりの作曲家でございました。モーツァルトのミヌエット、ミュージックスタート。でございます。子供たちの笑顔に興味好奇、楽しくなぞなぞダジャレ、阿弥陀くじやトランプで音当てクイズを楽しむ、これも幼児の導入には大切なことでございます。毎日ムシムシ暑い日が続きます。適度に水分をとり、適度に休みながら楽しく学びましょう。